この間散々左からはリーシ学、耳だけ、本譜学もっちょうむだけは、薬島の南部にある河口岩からなる山である。漢字では、本譜学と表記する。特徴的な外観と頂上にある大岩が有名。国土地理院2万五千分の一地形図では、標高は940メートルとなっているが、944メートルと表記している文献もある。山頂は、 ユネスコの世界遺産区域の域内である。薬島の南端近くに位置する山である。モッチョムとは、地域の言葉で女性の皮膚を表す言葉に由来すると、言われている。日本一の運命山とも呼ばれ、山の西方からは日、東方からは影に例えられる姿を見ることができる。頂上巨岸の南側の岩陰には、小野間地区の竹参りの祠があり、この山が竹参りの、 前竹とされてきた歴史を持つことがわかる。北方の耳竹、悪い死学ともに、尾の間散々に数えられる。南から西斜面は標高差700メートル近くに及ぶ河口岩の大岩壁で、もっちょ無く南壁は75竹北面、障子岳周辺とともに薬島三大岩壁に数えられる。登山道は現在もっぱら使われている棚除け歩道がある。 別に、正面と残道もあったが、現在は、廃道となっている。三大岩壁ということで、南壁を中心に何本もクライミングルートが開かれているが、薬島の河口岩壁の摂備が少なく、リスやクラックの少ない性質と、垂直に近い角度からボルトをレ打ンした人工東藩ルートが多い。象徴石の大結晶を手がかりとすることもあるが、風化による変化が激しく脆い。 この山の標高はそれほど高くはないが、休憩者で腕を使う部分もある。厳しい登山道であるため、この山を登ることができれば薬島の山は、大概登ることができると言われることもある。千広滝駐車場より登る。途中には、モズ杉、モッチョム太郎と呼ばれる2本の薬杉が標高700メートル付近に、ある。これらの薬杉の間では小沢を横断し水場となる。 棚よけ歩道と山道は、上山展望台と呼ばれるもっちょむ岳と北方の、悪い四を結ぶ、もっちょむ岳山頂より高い稜線上の地点を通過し、一旦下ってから、もっちょむ岳へ登り返すので、登山口と山頂の標高差より、大きな標高差を登らなくてはならない。この登り返しの区間は腕を用いる箇所が続き特に、厳しい。最後はロープを使って、大岩を登り、 頂上へと到着する。頂上は巨岩の上なので転落に対する注意が必要であるが、眺望は良い。北側には連なる山々のなぎ落ちた河口岩の大岩壁を望み、南側には太平洋を間近に見下ろすことができる。この山で確認されている薬杉は以下のものがある。これは以前は944メートルだったが、 新しく測量し直したところ940メートルだったため、それ以前の文献は944メートルになっている。薬島の森林熊本営林局薬島森林環境保全センター1996年、日本国内のこれより南の高い地点としては、もっちょむだけの西方約4.4キロメートルの島内に1000メートル以上の地点があり、さらに、 トカラ列島の中の島にお竹の979メートルがある。火山列島の南洋島は、薬島よりはるか南に位置し、全島が一つの火山を成しているが、その最高点は916メートルであって、もっちょむだけよりわずかに低い。ありがとうございます。